皆さんこんにちは。最近ずっと疲れが取れないなんてことはないですか？もしかするとそれは糖尿病の前触れなのかもしれません。疲れは誰しもが感じることですが、それがずっと続いている場合、糖尿病になっている可能性もあるのです。糖尿病には1型と2型がありますが、 95% が2型です。2型糖尿病は遺伝的要素のほか、食べ過ぎや運動不足、肥満やストレスなどが引き金となり発症します。予備群を含めると、なんとその数は2000万人とも言われており、最近では若い人でも発症しています。一度発症すると治ることはなく、一生付き合っていかなければなりません。また最も怖いのは失明や動脈硬化などの合併症です。糖尿病になると血液中のブドウ糖濃度が高まる高血糖状態になり、この状態が続くことで人体に様々な症状が出てきます。しかし初期の糖尿病には自覚症状があまりないため、これからお話しする症状がいくつも当てはまったら要注意です。そこで今回は、今すぐチェック、糖尿病が疑われる10のサインについてご紹介します。1、よく喉が渇き、水を大量に飲むようになった。糖尿病で血液に糖分が多くなると血液がドロドロしてきます。そのドロドロした状態を元に戻すために、脳が水分を取るように指示を出し、喉が渇くようになります。しかし血液の糖濃度は水を飲んでも薄まることはなく、水分を取ってもドロドロが改善されることがないため、飲んでも飲んでもずっと喉が渇いた状態が続き、水を多量に取るようになるのです。2、慢性的な疲労を感じるようになった。糖尿病になると血液中の糖をエネルギーとして使うことができなくなります。すると体はエネルギー不足に危機感を感じ、エネルギーを筋肉や脂肪から作り出して使うようになります。筋肉がエネルギーとして消費されるようになると、筋肉が次第に減ってしまいます。筋肉がだんだんなくなっていくことで筋力が低下し、疲れやすくなり疲労がたまるようになるのです。3、理由もなく痩せてきた。エネルギー不足になると筋肉をエネルギーとして使うのと同時に、脂肪もエネルギーとして使うようになります。筋肉と脂肪がそがれるようになくなっていくため、ダイエットや運動をしているわけでもないのに体重が減り痩せていきます。4、食後にすごく眠たくなる。糖尿病になり筋肉や脂肪をエネルギーとして使い始めるようになると、体が疲れやすくなったり痩せ始めたりする他にも、食後普通の眠気ではなく我慢できないほどの眠さが襲うようになります。異常な眠気を感じる場合は糖尿病のサインかもしれません。5、目がかすむようになった。糖尿病になると目の血管にも障害が起こり始め、最初は目のかすみなどの異変となって現れます。目のかすみはぼやけて見えたり、ピントが合うのに時間がかかったり、視力が低下したり、膜が張ったように見えたりなど、人によって感じ方が違います。かすんで見えるけど
少し時間が経つと治るような一時的な目のかすみの場合は、違う原因のことが多いようですが、かすみ目がずっと続いているようであれば、危険なサインと考えられます。若い年代で糖尿病を発症するほど、糖尿病による目の深刻な病気を発症する確率が高く、かつ重症化するので、数日の間で急に目がかすんできた場合などは要注意です。6、最近よくこむら返りをする。糖尿病の人は筋肉の減少や神経障害、さらに体が酸性に傾きやすくなるため、乳酸がたまりやすくなり、就寝中の明け方など安静時にこむら返りが起こります。こむら返りで受診して糖尿病が見つかることもありますので、急にこむら返りが頻発するようになった場合は、早めに受診するのがいいかもしれません。7、肌が乾燥してかゆみが出てきた。糖尿病になると皮膚が乾燥してかゆみに過敏な状態になり、肌がかゆくなることがあります。高血糖の状態が続くと免疫機能が低下したり、血流も悪くなるため、皮膚に必要な酸素が行き渡らなくなり、乾燥やかゆみにつながります。8、夜中にトイレで目が覚めるようになった。喉が渇いて水分を多量に取るため、トイレに行く回数が多くなります。排尿をコントロールする末梢神経が阻害され、神経陰性膀胱となり、夜間頻尿が起きます。加齢でも起こる症状ですが、あまりにも症状がひどい場合は危険かもしれません。9、足がしびれたりするようになった。足がしびれる症状は、糖尿病によって起きている高血糖が血流に悪影響を与え、手足の末梢神経を鈍くするため起こります。神経障害が一番起きやすいのが、足の指先や足の裏でしびれてビリビリしたり、足がつることがあります。糖尿病患者の半分程度に神経障害が出るそうで、体の中心から遠いところの左右両側に出始める特徴があります。そしてそのしびれは徐々に体の中心に向かって進行するようになります。10、歯周病になった。糖尿病になると細菌に対する免疫抵抗力が低下し、口の中が乾燥するので歯周病菌にも感染しやすくなります。糖尿病になると歯周病になる確率が2倍以上になるそうです。歯茎が腫れる、出血する、歯茎を押すと膿が出る、歯がグラグラする、口臭が強くなったなどの症状が出ている方は要注意です。いかがでしたか？今回お話しした症状があるからといってそれが糖尿病であるとは限りません。しかし、いくつも当てはまるとしたら、もしかすると糖尿病の危険信号なのかもしれません。肥満や精神的ストレス、お酒をよく飲む人のリスクが高いため、さらに注意が必要ですね。糖尿病ははっきりとした症状がない場合が多く、たまたま受けた健康診断でわかるというケースも多いです。きちんと治療せず高血糖状態が長く続くと、さまざまな合併症が起こってきます。放置しておくと足の組織が死んでしまう、壊死を起こしたり、
最悪の場合、足を切断せざるを得なくなることもあります。最近、体にいつもと違う異変を感じると思った方は、早めに病院で受診してみてくださいね。